本年はいよいよ半世紀ぶりにオリンピック・パラリンピックが日本にやってきます。この歴史的な年を国民の皆さんと共に日本の新時代を切り開く1年とする、少子高齢化激増する国際情勢、令和の時代を迎えた私たちの前には大変困難な課題が立ちはだかっている。しかしみんなで力を合わせれば夢は叶う。国民の皆様と共に真正面から立ち向かうことで、必ずや新しい時代を切り開くことができると確信しています。お願いします。おめでとうございます。